ソゴウ福山ソゴウ福山ソゴは、広島県福山市西町に存在した、百貨店、ソゴの店舗、及び同店舗の運営会社の名称。当時中四国地方で最大規模の百貨店として1992年4月29日に開業。尾道市では直営の支店である、尾道ソゴ駅前ショップも運営していた。しかし、 過大な初期投資とバブル崩壊により一度も黒字化することがなく、祖合破綻に伴う処理により、わずか8年8ヶ月で閉店。運営会社も経営破綻した。福山市には、西町の福山祖合とは別に、伏見町に2店舗目となる伏見町、祖合の計画もあった。ホームページでは、伏見町祖合を含めた伏見町再開発計画についても説明する。 福山市は人口37万人のビンゴ経済圏の中心都市であり、周辺地域を合わせると100万人経済圏と言われた。福山駅は1日で4万人の利用があり、地域拠点都市であった。ただし、百貨店については、福山駅前に位置する天馬や福山店のみであり、地方中核都市では珍しい百貨店一点状態が続き、百貨店の無風地帯と言われていた。 1965年の日本交換、福山製鉄所の誘致をきっかけに、福山市の工業化は進んだものの、商業の活性化は立ち遅れていた。背景には、地元商店街の結束が強く、大規模店舗の進出計画が明らかにされるたびに反対運動を展開し、それを阻んできた歴史があった。結果、福山駅前の商業化は大きく立ち遅れ、 福山駅周辺は老朽化した個人商店や飲食店などの雑居ビルが立ち並んだ状態となり、それら地域の再開発は長年の懸念事項になっていた。豪華なエントランス玄関すでにリム F に変わった後の撮影、総合の出店は福山商工会議所の誘致活動と100万人経済意見を意識した総合の思惑が一致した結果、計画が具現化していった。 敷地はもともと山陽染め港の工場があった場所で敷地1万1400平方メートルの有給地であった。1989年、祖校は福山商工会議所の商業活動調整協議会へ大規模小売店舗法を参上さるものを提出。福山商工会議所は事前調整により店舗総面積3万4400平方メートルに対し、うち10%は 常設売り場とせず模様子馬会場解除とする条件を付与して、これを承認した。続いて、大規模小売り店舗法5条届が提出され、これも商業活動調整協議会により審議が行われ、全体計画が正式に確定した。1988年9月3日、株式会社、福山祖号が資本金1億円で設立され、初代社長として、 水島博尾が就任する。1990年当時の計画では地下2階、地上8階建ての駐車場付きビルを建設する予定であった。地元商店街は死活問題だとして誘致反対運動を行ったが、蘇合が地元商店街への対策事業を行うことで運動は沈静化した。一方、天満屋は蘇合の出店を意識して、 1990年3月に福山に2店舗目となる都市型店舗の出店届を提出した。1992年4月29日に株式会社福山祖号が運営する福山祖号として開業。土地は山陽染工の所有のまま福山祖号が建物を建築する形でオープンした。地上9階、地下2階の店舗面積は34,400。 平方メートル。総合グループ32番目の店舗であり、売り場面積はグループ第4位の面積であった。1994年に広島総合新館が開店して増床されるまでは、中国、四国地方で最大規模の百貨店であり、売り場面積は天満や福山店の1.5倍の規模だった。売り場のコンセプトは、夢発信、素敵が集うミュージアムと定められ、 高級ブランドの博来ブティック街が設けられたほか、これまでグループ各店にはなかったミュージアム仕様で建設された。建物外観には大理石が多用され、光のオブジェやセセラギ公園といった衣装が店舗の内外に設けられた。地下1階から2階までは巨大な吹き抜けが設けられた。オープン時の有名海外ブランドの取り扱いは16ブランドであった。書籍 音響、カバン、文具を地下2階、子供用品、玩具を4階に分離して配置したことも特色であった。書店の在庫書籍は30万冊であった。8階には3000平方メートルのレストラン街が置かれ、11店舗の飲食店が入居した。地下1階の生鮮食料品売り場は5500平方メートルの面積があり、周辺のスーパーなどを含めても最も広い。 面積であった。4月中旬からは屋上の全天候型ビアガーデンが営業した。他の祖母店舗同様に建物正面玄関の上方には大型の成功性のからくり時計が設置されていた。建設費を含めた初期投資金額は400から450億円にもなった。販売方針は地域密着型の商品製作が採用され、衣料品や装飾品は ファッション関係は、寝頃価格帯より、ワンランク上の商品が揃えられた。福山市を中心とする半径1 5トルエリアの5市4町を第一次証券に設定し、顧客層としては、人口割合で最も高くかつ個人消費意欲も、高い35から50歳をターゲットにしつつ、50歳以上のシルバー層も視野に入れた販売方針とされた。開店時の店長は、 福山総合の常務である小林隆氏が就任した。定休日は火曜日に設定された。駅前から総合までの300メートルには無料送迎バスが運行され、朝10時から夜7時まで10分間隔で中型バスを走らせた。1日1000人がバスを利用したが、年間1200万円の費用がかかる上に総合で買い物をしない人の利用も目立った。 駐車場は館内及び周辺に合計1800台が用意された。館内には建物北側にあるループで車を導き、3から6階及び屋上に289台の駐車場を設けた。第2駐車場として、本館西側に鉄骨7階建ての自走式立体駐車場が建てられ、ここに293台を駐車できた。さらに、第三駐車場として、 鉄骨8階建ての自走式立体駐車場を本館南東側に設け、ここに636台を駐車できた。1997年まで、天馬や福山店1992年4月のオープン初日には15万人の買い物客が詰めかけたが、開業直後より売り上げで苦戦をする。初年度は350億円の売り上げ目標を設定し、 将来的には600億円規模の売り上げを想定していたが、実績は200億円台の売り上げが続いた。天馬屋福山店と比較して、売り場面積で1.5倍の規模であったが、売り上げでは天馬屋に劣る状態が続いた。1994年、祖合グループの経営問題が報道されるようになる。1994年に祖合グループの中核である。 祖合の負債は500億にもなっており、未払いの利子を含めると、総借入れ金は1兆2000億円であった。1996年には休業して、館内の改装を行い、9月13日に再び開店した。1997年、神戸祖合の副店長だった三井製造が、福山祖合の店長兼副社長として就任する。三井は、広島県の出身で、 1957年、広島県立尾の道商業高等学校を卒業し、同年に蘇豪に入社している。1987年に取締役、1992年、神戸蘇豪の副店長に就任していた。三井は福山蘇豪へ着任早々に売り場の改革に取り組み、30以上のブランドを新規に導入するなど、販売体制を強化した。また、 地下1階の吹き抜け部分にあったパーラーを顧客の動線の障害となり売り上げに対する貢献も低いとしてあっさり撤去して売り場に転換した。1997年度の売上高は251億4000万円で従業員は派遣、パートを含め約1300人だった。1997年はバブル崩壊後の景気の冷え込みが一層厳しく売り上げは 前年度比一パーセント減となった。天満屋も前年比三点七パーセント減の売上であったが、福山総合をわずかに上回る二百五十六億円五千二百万円を売り上げた。駅から福山総合までの始動は九百九十七年にヨーロッパ風の衣装で再整備され、総合通りと命名された。九百九十八年開業七年目の九百九十八年二月に、 なってようやく天馬や福山店に売り上げで肩を並べる見通しがついたとされる。開業9年目の2000年度に売り上げ300億円達成及び、経常利益段階での黒字化が目標とされた。1998年4月からは、広島店や呉店にはない、来店するだけで10ポイント加算される、ポイントカードを導入した。1998年は、 天馬屋と毎月抜きつ抜かれつの売り上げ競争となった。7から8から9月は連続して祖号がリードしたが、10月は天馬屋が主力となる医療品以外の部門での販売を伸ばして、再び祖号を抜いた。双方とも、歳末商戦に勝負をかけ、祖号では11月20日地下1階の食品フロアに約3000点の贈答品を揃えたギフトセンターを開設して、 お聖母商戦に臨んだ。お聖母やお中元の販売会場は上層階に設けるのが常識であったが、贈答ギフトは大半が食料品なので近いの食料品売り場に移した方が顧客に親切であるとして、三井の判断で近いに移動されたものであった。全国一律200円の送料で発送できる商品を全国29の店舗を活用して、 1997年より400点、多い1200商品に拡充するなどの工夫もなされた。福山では、取り扱いがなかった東京、青山や兵庫、芦屋などの有名菓子店などを取り揃えるとともに、福山の特産品のホイの地ュやタイのスモークハムなど、友の裏関連ギフトの販売にも力が入れられた。バブル崩壊によって、法人需要が減少する中で、 年末ギフトの売り上げ目標は前年より5%増に設定された。1998年12月には冷え込む消費への対策として家庭で施造されているテレフォンカードを商品券と交換するサービスを実施した。2階の若者向け医療品コーナーは改装が行われ、その結果売り上げが8%増加した。1999年、福山祖母及び 祖号グループ全体の苦戦は当時すでに広く知られていた。福山市民の中には福山祖号が閉店してホテルに変わるのではないか、閉店しないまでも規模を縮小して営業するのではないかという噂もあったが、店長の三井はそれらをあり得ないと話し、広島祖号との合併などの噂についても否定した。広島祖号と合併すれば納税は広島市に行うことになり、 福山市民への還元ができなくなることになり、福山祖合の理念にも反すると、その理由を説明した。1999年2月期の売上高は242億6000万円で、前期比3.5%の減少であった。天満や福山店は244億円だった。サービスなどを除いた商品売上高では、 蘇豪が逆に2億円強を上回ったが、主力の医療品と食料品では、天馬屋が依然優勢であった。開店して7年が経過し、豪華な建物と豊富な高級ブランドゾ、ロイが市民に認知されたためとされるが、苦戦している医療品と食料品分野の強化に注力することになった。3月からは3回のミセス向け医療品売り場で、キャリア商品を増やした。 地会海の食商品売り場は生鮮食品コーナーを全面改装し、さらに高級品を充実させた。外商部門も強化し、春から法人担当部署を独立させて3グループ構成にした。1999年3月27日から福山市で配布された地域振興券をめぐっては、地元商店街32店舗との初めての共同イベント、 独特キャンペーンが実施された。地域振興券を使用して商品を購入すると1万円分ごとに抽選券1枚が手渡された。抽選は、そごう1階正面入り口のからくり時計があるピロティで特徴の2泊3日の旅行をペアで招待7本や1等のビデオデッキ30本、2等のホットプレート200本など5等までからくじを設けず、 くじ引きが行われた。商品総額約500万円だった。1999年9月23日から女性従業員の秋冬制服が一新された。百貨店の顔となる一回インフォメーション係用は2年ぶりの変更、それ以外の一般用は4年ぶりの変更であった。インフォメーション係用制服はクリーミーホワイト色のスーツで、 明るさと華やかさを求めた明るい基調にして、フロントの花柄ウールレースをワンポイントとしたクラシックで高級感のあるデザインだった。一般洋制服は雰囲気を一新し、タイトでシャープな現代的デザインのグレーのスーツが採用された。1999年にオープンしたポートプラザビカ1999年4月には、天満やハッピータウンと伊東洋華堂が入居する。 ポートプラザヒカがオープンし、福山市中心部での顧客の争奪戦がより激化した。店長の三井は、ポートプラザは量販店であり、直接のライバルではなく、福山祖合のライバルはやはり天馬屋であると話したが、その影響は大きく、食料品や家庭用品、子供服など、 日常生活に直結した分野での売り上げが1998年と比較して10から15%ダウにした。これに対して、三井は福山総合の特色である高級ブランドの多数、品揃えを売りにして、百貨店の原点に立ち戻って高級品中心の販売で収益を上げる方針で対抗すると話した。5月19日、三井は福山祖号の社長に就任する。 取締役会で水島博尾総合会長から直接打診されたという。1999年当時、福山総合はグループの中では黒字化の目前の対策強化点に指定されていた。1996年からは原価償却前では黒字化を達成していたが、450億円の初期投資による原価償却費が重くのしかかり、最終決算では、 赤字続きであった。三井は、キャッシュフローもまずまず、あと3年ぐらいで、形状黒字に転換したいと、今後の見通しについて述べた。6月10日は、店舗の休業日であったが、男性社員150人を動員して、福山市内の住宅1万戸を個別訪問し、中元用のギフトのセールス活動を行った。これは、社内では、1万件ドアコールキャンペーンと呼ばれ、 1992年4月の開店直前に実施して、以来、開店後は初めて実施したものであった。ポートプラザビカオープンの危機感の現れだとされ夏の中弦商戦で先手を打つ狙いがあった。6月10日の朝には、正面玄関で出発式があり、三井社長が中弦、聖母は百貨店にとって一番大事な商戦。お客様あっての祖を。 という感謝の気持ちを忘れることなく、1日頑張って欲しいと社員を激励した。7月より収益性改善のために総合グループの全国の店舗を4つのブロックに分割し、期間店を中心とした仕入れや買い付けをする体制に移行した。9月1日に中国、九州の6社を統括する広島ブロック本部が発足した。以後は、 期間店の広島総合を中心に一括仕入れを行い、コスト削減に努めることになった。8月20日には1から3階の女性ファッションフロアを中心に25の新ブランドを導入してリニューアルを行った。リニューアルの目玉は1階に約220平方メートルのスペースをとって導入した ICBE リラックスであった。2階はヤングファッションを強化し、 メルローズ、イモックピュールなど4ブランドを新規導入。3階にも、ミセス向けの、コース、ソロプラスなど5ブランドが加わった。4階の子供服売り場には、ブルークロス、ラディッシュボーヤが加わり、5階の紳士服売り場には、マージ、バルバス、5大陸の3ブランドを新規導入したのに加え、バーバリーのコーナーを、従来の2倍の、約100平方メートルに拡大し、 品揃えも充実された。10月以降には4階以上のフロアの紳士、子供服や家具などの売り場もさらに大きく変更する予定であった。売れ上げの悪い商品は大胆に整理され、生まれた売り場スペースには今後の販売が期待できる商品が積極的に導入された。これらは当時社内では圧縮不可という合言葉で呼ばれた。リストラも推し進められ、 この頃の従業員はパートも含めて500人に減っていた。1999年10月にはテナントとしてビンゴ畜産大規模となる100円ショップダイソーが入居した。海外ブランドを中心に高級志向で販売を行う祖号に100円ショップは合わないイメージであるが、この時期船橋祖号や加古川祖号、長野祖号にもダイソーが入居している。富士グランカンベは 福山総合閉店後の2005年開業なので、表には記載せず、アイネス福山も同様。キャスパは、福山総合開店時にはすでに泉は撤退し、商業テナントビルになっていた。自主再建計画2000年に入ってから、総合グループは、預金保険機構と72の金融機関に再建放棄を求めた。総合グループの負債総額は1兆8700億円にも、 なっており、その1、3の6300億円の再建放棄を要請した。中国銀行では、総合グループへ161億2100万円を融資しており、2000年4月に78億円の再建放棄を要請された。このため、中国銀行は要請された78億円以上が回収不能になるとみて、それを上回る金額を2000年3月期の決算で、 貸し倒れ引当金に計上している。総合グループは金融機関への再建放棄で負債額を削減するとともに、負債3点の閉鎖、グループ再編による経営効率の改善で自主再建する方針であった。自主再建計画の撤回しかし、ここで預金保険機構の970億円の再建放棄が問題視される。 蘇号のメインバンクは日本工業銀行と日本長期信用銀行であったが日本長期信用銀行が右与曲折を経て1998年に破綻し日本長期信用銀行の保有する蘇号の再建はリップルウッドに売却された。この譲渡された再建は譲渡後3年間に2割以上の損失があると認定された場合にその損失を 預金保険機構が補填するという可し担保条項を適用させることが条件となっていた。そのため、祖号の再建処理では、金融再生委員会と預金保険機構が関連して、これら不良再建に対して、税金で損失補填を行うことになった。このことをマスコミは連日トップニュースで報道し、世論も反発するようになり、政治問題化した。 政局への悪影響を恐れた、亀井静香自民党政調会長が、蘇号側に自主再建プランの見直しを求め、蘇号が再建放棄の要請を撤回することを受諾し、自主再建ではなく民事再生手続きとすることになった。自主再建とせずに民事再生手続きを選んだのは、民事再生手続きの方が、第三者に、 不債処理に費やされる公金の流れが透明化しやすいという政治的な判断もあったとされる。また判断が遅くなれば他のグループ企業不債処理にも悪影響が出ることも懸念された。民事再生申請2000年7月12日、自主再建中だった株式会社、祖号が民事再生法の適用を申請し、事実上倒産する。その前日の7月11日、 全国の総合店舗の代表者が東京に集められ、日付が変わるまで今後の対応が協議された。その結果、福山総合も自主再建を断念して、グループ22社とともに民事再生法に基づく再生手続き申請をすることになった。福山総合単独の意見ではなく、総合グループ全体の意向があったという、7月12から13日で、 全社員への説明会が開催された。説明会では、自主再建だった方針が、民事再生法に基づく再生手続きを申請する方針になった経緯が説明されたが、混乱などはなかったとされる。7月13日、祖合グループの民事再生法適用申請の報道から一夜明け、福山祖合では、通常通り営業が行われたが、入り口のドアなどに、 お客様へと題した文書を掲載した。来客者にはカードや商品券が通常通り使え営業実態に変化がないことが説明された。各テナントには幹部が足を運び事情説明に追われた。7月14日、三井は福山総合の業務の継続に向けて努力する意向を明らかにした。福山総合は開業以来一貫して赤字続きであったが、 オープン時の初期投資の減価償却が課題であるための赤字であり、営業単体で見ると黒字化は達成していた。しかし、近年は新規にオープンした他店との競合や不景気の影響で4期連続の減収という厳しい状況であった。民事再生手続き、開始2000年7月26日、東京地裁で福山総合の民事再生手続きが開始された。 東京地裁は実際の再建を確定するために取引先や金融機関など再建者に再建の届出を求める。一方、祖号側は再生計画案の作成に入った。東京に再生本部を置き、広島祖号に広島支部が設置された。民事再生法の申請はグループ各社が個別に提出しているため、各社の再建計画も 別々に作成されるが、広島蘇合やクレ合が黒字なのに対して、福山蘇合は赤字点であったので、再建計画の作成にも困難があった。東京商工リサーチ、広島支社は、広島蘇合に福山蘇合やクレ合を営業場として、広島地区で再生計画を一本化する可能性もあるとコメントしていた。再生計画案がまとまれば、 債権者集会を開催し、出席者の過半数、かつ、届けで再建総額の二分の一以上の同意で、可決されるが、財産保全命令で、弁済が凍結されている五百万円を超す債権を、所有する債権者には、債権に向けて、債権の放棄が求められる。通常、債権の七から八割の放棄が求められることが多い。規定の債権者の同意が集められない場合は、 破産宣告となる。福山総合の場合は、一債権者者あたりの支払い額は上限200万円とされた。7月28日には中国総合都市開発が自己破産を申請した。岡山に本社のあるトマト銀行は、福山総合へ12億8600万円を貸し付けており、それらが回収不能になることが懸念された。また、中国銀行も、 福山総合に57億円を貸し出しており、同様に回収不能になる恐れが出た。福山総合の負債は2000年時点で742億円とされた。債権者は全部で997件であり、うち814件が500万円以下の保全処分の対象に該当しない小口債権で、総額6億7600万円であった。それらは、東京地裁の許可の下で、 支払いが行われ、8月2日までに支払い作業を終えた。2000年10月2日、グループ21社の役員30人が解任及び辞任した。水島博前会長と関係が深かったり、業者との癒着が指摘された役員は、解任扱いになった。三井製造も、この時、経営責任を取って、広島総合専務や広島、広島新館、 クレソコウの非常勤取締役を兼務していた山田京一前総合社長らと共に辞任している。10月20日頃は中国地方で唯一の赤字店として福山総合が閉店になるのではないかという噂が流れ、従業員はもとより存続を願う地元客や自治体、地元経済界にも困惑が広がっていた。 詳細な情報は職員にも告げられておらず、10月25日の東京地裁への再生計画提出まで伏せられていた。決算は2000年2月期。はマイナス、または赤字、または損失を表す。閉店発表2000年10月25日、総合再生計画策定プロジェクトチームは東京地裁に再生計画を提出する。福山祖母及び 再生計画策定プロジェクトチームが出した結論は閉店であった。同日、福山祖号の閉店が発表された。同日午後4時半から、福山祖号の会議室で、横森明店長と東京の祖号、再生計画策定プロジェクトチームのメンバーら5人が、会見を行い、営業継続不可能と判断して閉店するに至った理由について、 1992年の開店以来の業績と今後の営業予測などの検討を踏まえ、本年度はさらに営業利益の減少が見込まれる。再建中の企業として、不債弁済のための安定的利益の確保が困難で、累積損失の増加で二次破綻を起こさせないためにも、そうせざるを得なかったと説明した。翌日より得意客向けのセールが始まり、 閉店までの間、賑わいが続いた。福山祖豪は閉店後の営業場と先を探していた。営業場とできれば、従業員の再雇用も可能になり、福山市の中心部の空洞化も避けることができるからで、ある。2000年12月になっても、横森明店長は、百貨店など3社と交渉中、遅くとも年内には、譲渡先を決めたいとしながらも交渉は進捗しなかった。 天満屋や,や三越が経営上と先として噂されたが、双方ともその可能性を否定した。業界では、福山祖号の経営上とは難しいだろうと言われていた。その理由としては、下記のような理由が挙げられた。閉店2000年12月25日に閉店した。オープンから8年8ヶ月という短い営業であった。2001年1月30日。 福山祖合の社員約400人の大半が解雇された。この日解雇されたのはパートや正社員など371人で、直ちに再就職を希望する220人については8割ほどが新しい採用先が内定していた。残りの150人程度は休息や充電期間、事故研修などをして新しい職場を探す意向だとされた。 福山蘇合にあったブランド店のうち30ブランドは天馬や福山店に移動した。天馬や福山店はそれを機に全面改装を行った。直営の支店として福山蘇合と同時に開店した尾道蘇合駅前ショップも営業を継続することは不可能であり、やはり福山蘇合と同日に閉店、運命を共にした。閉店した後も、 営業譲渡については、交渉が続けられたが、価格面がネックとなり、交渉が中断した状態に陥った。東京地裁に閉鎖となる旧店舗の閉鎖後の処理計画を報告する期限は2001年2月9日で、あったが、総合グループの再生本部は、その期限を3ヶ月延長してもらうように求めていた。店長の欲盛りは、1月31日に、 再建者集会を開催し再建者に状況を説明して3ヶ月の提出期限延長に望みを託した。提出期限延長が認められない場合は破産とされてしまう可能性があったからだ。一方、黒字経営だった広島総合と呉総合の民事再生手続きは2001年1月31日に承認され、それぞれは新会社10号に統合されて、 新体制で営業が存続されることになった。2月13日、東京地裁は福山総合の民事再生手続き廃止の決定をする。2001年3月15日東京地裁は福山総合に破産宣告を行った。同日、札幌総合錦市町総合も破産宣告を受けた。福山総合の破産宣告時の負債は、 金融機関34社を含む40社に対して総額560億円とされた。主な残存資産は店舗ビルを筆頭に不動産発見や現金など総額85億円とされた。店舗ビルは保全費用だけで1ヶ月1000万円必要で、加えて時代が毎月500万円以上必要とされたが、未払い状態が続いていた。二千一年六月の 1> 第1回再建者集会では、福山祖豪の再建は、再建者48社、再建総額717億8千万円と報告された。店舗ビルの売却を急いだが、買い手が見つからない状態であった。2001年10月、関西人が、三好明市長を訪問し、3社と交渉中であるが、規模と価格がネックになって難航している現状が説明され、 福山市が名乗りを上げて、ビルを購入してもらう要要請があった。しかし、関西人の提示額は80億円と、高額であり、福山市としては即答せず交渉を続ける方針となった。関西人は、ビルの維持経費として、毎月500万円を手持ち資金から支出しつつ、活動を行っていたが、このまま資産の現金化ができず、活動資金が尽きてしまった場合は、 店舗ビルが幽霊ビルとなってしまう可能性も心配された。一方で、市がビルを購入し、固定資産税を減免するなどで安価な家賃設定を行って、テナントを誘致するなどした場合、周辺の通常の固定資産税を支払って営業している商店から不公平であるという批判が述べられていた。2002年3月、福山市議会は、 福山総合のビルの取得決議案を可決した。これにより、福山市が再建者より、福山総合のビルを26億円で買い取ることになる。土地は、山陽染めが福山市に寄贈した。2003年、閉店から2年4ヶ月後に、福山ロッツとして、再オープンする。福山ロッツは、福山総合のライバルだった、天馬屋が10年契約で、 福山市からビルを借り受けて運営したが、業績不振により、テナントが次々と撤退して赤字経営となり、10年契約が切れる2013年4月24日に閉店した。その後は、大和情報サービスがリムエ f として営業しているが、やはり同様に、テナントの撤退が相次ぎ、経営的に成功しているとは言いづらい。空き空間に、 福山市の公共施設が10部署入居しているが、それでも空きテナントを埋められない状況が続いている。また、建築から30年近くが経過し各部の老朽化が問題となっている。2019年10月、マト情報サービスは2020年8月に、福山市との契約を解除しリム F を閉店することを決定し、福山市も同意した。リム F 閉店後は、 さら地化して売却することも含めて様々なプランが検討されている。福山市では建物を取得をしてから2019年までに取得費を含めて管理運営費や委託費、修繕費などに総額110億円を投入している。劣化した設備を更新するためには65億円が必要とされ、更新せずに解体する場合にも、 解体費用として30億円が必要と見積もられ、ら地化した後に土地を売却しても10から15億円程度にしかならないとされている。福山総合の他に、福山駅前に2店舗目となる、伏見町、総合と呼ばれる出店計画があった。伏見町の様子福山市駅南口の東側に位置する伏見町は、福山大空襲の被害からいち早く立ち直った。 商業地区であったが、小型の木造建築が密集し道も狭く、数度の火災も起き、1970年代より再開発の議論が続けられていた。もともとは、さらに南に位置する元町と一体で再開発が検討されていたが、元町には、天満や福山店が建てられ一足先に再開発を終えた。地権者らによって、 伏見町市街地再開発準備組合が開設され、大林組、大西建設、清水建設といった大手税根ンらによって様々なプランが提示されていたが、父として計画が進行していなかった。様々なプランが検討されたが、地権者の同意問題や資金不足が露見して頓挫することが多かった。1984年には、 百貨店が入居する12階建てビルにホールなどを併設するプランが検討されていた。1984年末には13件を全半焼する大火事があり、これによって地区住民の再開発への意識がまとまったとされる。この時点でも約200店舗の商店が伏見町で営業していた。1988年に600億円を投じて地下3階。 地上18階の複合施設を作り、図書館やホール、住宅、デパート、情報センターなどが入居するプランとなっていた。キーテナントとしては、4つの企業から申し出があったが、最も出店に意欲的であった、祖号が選ばれた。1987年、祖号との最初の出店の調印が行われる。1991年、 伏見町市街地再開発準備組合と同居する形で、祖号は開設準備室を設けた。1993年の着工を目標に、JR 福山駅南口の東側の伏見町の面積2.6ヘクタールの老朽化した民家や商店を撤去し、地下3階、地上24階建ての2棟の高層ツインビルを中心とした。 総面積17万5千平方メートルの大規模複合ビルを建設する計画であった。大型専門店や美術館などの文化施設、スポーツ施設、ホテル、マンションの入居が見込まれていた。1990年1月末、伏見町再開発準備組合と福山祖号が出展を覚書きに調印した。平成7年の施設完成の予定であった。 1992年、福山祖号を開業するが、その後、祖号を取り巻く環境は大きく変化する。1994年6月に、ある市議が、小林隆祖号支店長を訪ねると、出店についての基本的な考えには変わりないものの、現在、祖号は、国内の38店舗を維持するだけで、精一杯であり、店舗を拡張するどころの話ではないと説明を受け、 また、伏見町、祖号のテナントを募集しても、応募者がゼロであり、頭を抱えている状況が示された。また支店長は、福山市側の固有問題として、福山市の知名度が全国的に低い。祖号と福山市民の馴染みが少ない。福山市民は、散策をしてくれないつまり出歩きがてら買い物をするという習慣がない。想定していた見晴らしからの来客がなく、 三原市が広島市の商業圏に取り込まれてしまった。という4件の苦悩が示された。市議は1990年の調印寺のプランでは、到底、伏見町の再開発は不可能であると感じ、50年間積極的な介入をせず、駅前の都市開発を民間に任せたままにした、福山市の無責任な姿勢を批判した。同年 蘇号側の要望で計画が大きく縮小され、改定された出店覚書きが改めて締結される。蘇号の出店の準備が整わないために、蘇号が入居するデパート部分の建物を後回しにして、その他の部分を先に建築する案も検討されたが、1997年に蘇号は出店合意を解消した。蘇号には医薬金5億円を支払う義務があったが、納付されることはなかった。 祖号の本位によって計画は白紙に戻っただけなく、すでに福山祖号や広島祖号によって伏見町の土地の買収が進んでいたこともあり、逆に再開発計画の練り直しに混乱が生じることになった。伏見町市街地再開発準備組合は建築コンサルタントや学識経験者から案を募り、2000年6月を目途に新しい市案をまとめることにした。 アイネス福山として再開発された旧0に、ビルアイネス福山解体されることになったキャスパー伏見町祖母をキーテナントとした再開発計画が破綻した後も伏見町を含めた駅前の再開発は福山市の懸念事項であり続けている2004年5月福山駅南口付近一帯が都市再生特別措置法に基づく緊急整備地域に指定される 2005年には雇用を建設、アーバンコーポレーション、JFE 都市開発などの5社の共同事業として380億円を投じて、マンションが中心の地上を40階建て高層ビルと7階建ての商業ビルを建設する案をまとめ、2010年までに完成する予定とした。2005年9月26日に、当時の羽田明市長や福山商工会議所、 回答ら100人が参加して協定書調印式が取り行われた。この計画は着工直前の段階にまで話が進んだが、アーバンコーポレーションが2009年1月に撤退を表明し、直後に経営破綻してしまう。共同開発者だった JFE 都市開発も直ちに事業から撤退し、またも再開発計画は空中分解する。 一方、福山市東桜町においては、1980年代から再開発の議論が忍耐強く続けられ、東桜町第一所市街地再開発事業により、繊維ビルを中心とした老朽化した建物が一層され、2011年にアイネス福山が建設される。この頃には、コンサルタントや五用建設などと、地上15階建てのマンションや、高齢者住宅、 広場、駐車場棟、旨、5階建てのスーパーや映画館が入る、商業施設、ホテル旨などを備えた案が検討されていた。総工費は84億円に縮小され、2016年の完成を目指して検討が行われていたが、この案も採算性が疑問視され、頓挫する。開業にこぎつけたアイネス福山も、予定した医療モールが充実せず、テナントも集客に悩み、 短期間で入れ替わるなど制御とは言い難い様子で、福山駅前でにぎわっているのは、駅直結のサンステーションテラス、福山だけであった。2012年には、駅前の商業、ビルキャスパも閉店し、結局さらち化され、ホテルなどが建設される方針になるなど、福山駅前での新規商業ビルの建築自体に疑問符がつく状況となった。マンションとするにも、 供給過剰を懸念する声もあった。2014年度の駅前の流動客数は1997年度に比べ平日は約5割、休日は約4割に低下した。2016年にはとうとう伏見町再開発準備組合が解散してしまう。伏見町再開発準備組合の活動は30年以上に及んだが目的を達成することはできなかった。 富士見町のツボ単価はピークだった1991年にはツボ520万円だったものが2017年には48.5万円と1、10以下に下落した。福山市では2016年に福山駅前再生推進室を設置し2017年福山駅前再生ビージョンを作成して現状調査を行っているが具体的な計画や対応策は提示されていない。 市民からは、駅前の再整備という地方都市に重要な都市開発事業を民間任せにして積極的な策を講じてこなかった福山市政に厳しい意見が上がっている。ありがとうございます。